メンタル疾患が良くなる次の一手。26歳女性、躁うつ病です。朝昼晩デパケンリスペリドンエチゾラムを飲んでます。朝散歩代わりに部屋の日の当たる場所でその場歩きをしています。なかなか気分の波が良くならず、どうしたらいいですか？朝散歩何分したらいいですかって言った場合、健康な人とメンタル疾患で治療の人ってやっぱり基準っていうのが違うんですね。だから今ある程度健康な人が健康を維持するために必要な運動の量と、今メンタルがすごく調子が悪い人がこの健康なとこまで持っていくとしたならば結構大変じゃないですか。分かりやすく言うと、大きな荷物があってね、それを後ろから押すときに、動いてない荷物を押すときにすごい力が必要なんだけど、動き出したものを同じ速度で押し続けるにはすごい力がいらないという静止摩擦係数っていうのを昔理科で、中学の理科で習ったと思うんだけど、なので普通の人が健康を維持するためにこうやって青空の下で体内時計をリセットしてセロトニンを活性化する時間って5分から10分あれば十分なんですよ。ですけど、うつ病の方とか双極性障害の方とか不安障害の方とかってセロトニンがすごい下がってるわけね。その人がじゃあ10分間こうやって外で散歩したり、あるいは日向ぼっこしただけで普通のセロトニンの状態になるかっていうと、そうそうならないと思うんですよね。だからある程度日向ぼっこもそうですし、朝散歩なんかも頑張ってやっていくというかな、時間と頻度というものを最初から増やすのは難しいので、最初は5分でもいいので10分にして、15分にして、20分にしてっていうことで、ああ気持ちがいいなっていうところを感じ取れるまでやってほしいなっていうふうに思います。それは一般の人よりも長い時間帯になってくるということになりますよね。双極性障害とかなかなかうつの方で症状が良くならないって方は、やっぱ運動療法っていうのを入れてほしいんですね。運動療法ってどういうのかというと、中強度以上の有酸素運動をするんですけども、分かりやすく言うとジョギングのような運動であるとか、あるいはスポーツジムに行ってエアロビクスのようなものとか、水泳とか自転車こぎとかでもいいですけど、最低30分以上、できれば45分から60分の汗を流すような中強度の運動を週2回から3回行うっていうことが運動療法なんですね。イギリス精神学会の運動療法の基準によると、45分以上で週3回行うっていうことになってますね。なんで結構大変だと思うんですけど、そのような運動療法を3ヶ月ぐらい続けると、抗うつ薬と同程度の治療効果が得られると。分かりやすく言うと、薬飲まなくても治るっていうのが運動療法なんですね。薬飲まなくても治るって、薬と同じぐらいの効果が出る、つまり薬飲まなくても運動療法をしていれば薬と同程度の効果が出るっていうのが運動療法ですね。なので運動するだけですよ。それは中強度の運動っていうのは、ちょっと汗が流れるような、あーいい運動したなっていうぐらいの運動ですね。それ45分するっていうのは結構大変なんですね。ですけど、そういうのを合わせて入れていくということですね。なので朝散歩できれば15分以上、できれば1日おきかそれ以上に加えて、日中の有酸素運動ですね、45分以上のものっていうものを加えていくっていうことですね。何度も言いますけど、最初からはそれはできないので、少しずつ増やしていくっていうふうにしてほしいなというふうに思いますけどね。ということで、薬以外にも運動療法っていうのが、うつ病にも双極性障害に効きますし、発達障害や統合失調症のような、いわゆるなかなか治りづらいと言われているような病気においても、運動療法の効果っていうのは報告されてます。ほとんどのメンタル疾患に効果があると言っていいでしょうね。それなので、改めてちょっとね、その朝散歩も重要なんですけど、ある程度朝散歩ぐらいできるようになった方は、次は運動療法、週に3回の45分以上の汗を流すような運動っていうことも視野に入れてほしいなというふうに思いますね。実際に患者さんとかを見てても、調子が良くないと今言ったような運動ってできないんだけど、ある程度良くなってきて運動を始めると一気に良くなるような、一気というのは数ヶ月ぐらいでものすごく良くなるようなケースを多いですね。なので、運動できるまでに半年1年かかるけども、運動し始めると急に良くなって一気に社会復帰に向かっていくようなケースっていうのをよく見かけますので、朝散歩もできないっていう人は、まず日向ぼっこから始めてほしいんですけど、日向ぼっこから始めて朝散歩に移行し、15分ぐらいの朝散歩を1日おきかそれ以上にできるようにしてほしいし、そのぐらいできるようになると少し動けるようになってくるので、週1回ぐらいの45分以上の運動を追加して、できるようになってきたらそれを2回ぐらいにしてっていうことができるようになってくると、どん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 今言ったようなことができるようになればなるほど、調子というものは良くなってきます。病気ごとの違いをよく言う人がいるんですけど、双極性障害なんでどういうのをしたらいいですかとか、不安障害ですがどういうことをしたらいいですかとか、統合失調症ですがどういうことをしたらいいですかっていう質問も多いんだけど、睡眠運動朝散歩に関しては全てのメンタル疾患に効果がありますし、メンタル疾患じゃない人にも効果がありますね。体の仕組みだから、睡眠をきちんと取ると調子がいいとか、運動をきちんと取ると
と調子がいいとか、アス安保っていうのは規則正しい生活っていうことと同じなので、規則正しい生活をすると調子が良くなるっていうのは体とメンタルの基本的な仕組みなので、全てのメンタル疾患に効果がある方法ですから、ぜひ何度も言うんだけど改めてね、メンタル疾患の人は正常な人よりもやや多めにやらないと、ゼロから正常な部分に徐々に持っていけばいいんですけど、ちょっとずつこう底上げしていく必要があるので、普通の健康な人は5分の朝散歩でもいいかもしれないけど、メンタルの人はできれば15分以上はやってほしいなと、いきなりは無理だからやれるようになってほしいなというのが私の考えですね。ということで、今できないのはしょうがないんだけど、少しずつできるようになっていってほしいと思います。ということで、このように皆さん薬物療法っていうのは美容に通っていればしてると思うんだけど、そこに睡眠運動朝散歩という生活療法で、その中の運動っていうのは運動療法という、この薬物療法に匹敵するこの治療法というものがそこに存在するわけよ。だから皆さんが薬物療法を単独でやってるのに比べて、そこに運動療法を上乗せするとダブルパンチでですね、どんどん病気が治りやすくなっていくというふうなイメージなので、運動するって言っても大変です、できませんって皆さん言うんだけど、運動療法を追加することで治る確率が2倍に増えるんだったら、これはやらないと損じゃないかなっていうぐらいに私は思いますけどね。いきなりやる必要はないので、少しずつできる範囲でできる量の運動量、そしてそれを徐々に長くしていって、最終的に45分ぐらいまで持っていければいいのでね。ということで、睡眠運動朝散歩はあなたを裏切らない。